皆さんこんにちは。デジマンクッキングのチャーです。今日は塩と醤油の2つの調味料だけでもやしの美味しい中華炒めを紹介します。もやし1袋 200g を洗っておいてください。豚バラ切り落とし 165g を用意してください。1枚1枚重ねたら端から 2.5cm 幅に切ってください。切り終わったら流水でさっと洗っておいてください。ニラ10本 35g を洗って 5cm 幅に切っておいてください。長ネギ 12g を斜めに薄切りにしてください。鍋の水を沸騰させて塩小さじ1を加えてもやしを入れて一煮立ちしたら一旦取り出してざるにあげて水気を切っておいてください。鍋に油を大さじ1を引いて中火で熱したら豚バラ肉を入れて油が出てやや焼き目がついてくるまでゆっくり炒めてください。そして長ネギを加えて香りが立ったら豚肉とさっと炒め合わせてください。醤油小さじ2を回しかけて炒めてください。全体に醤油がなじんだら水気を切ったもやしを入れてください。15秒程度手早く炒めたらニラを入れて炒め続けてください。全体に油がなじんでニラが少ししんなりしたら塩小さじ 0.5 をかけてさらに15秒ほど炒め合わせたら火から下ろしてください。豚バラ肉の香ばしい脂が野菜に絡んでシャキシャキ食感のもやしと豚肉の良い歯触りが塩と醤油だけでも美味しさを十分に引き出します。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。